また会う日までは1950年3月21日公開の日本映画である東方製作配給監督は今井正しモノクロスタンダード111分東方葬儀終結後の自主制作再開第2回目の作品主演の岡田英二が映画化を進めたロマンロランの反戦小説ピエールとリュースを水木よ子と 安美俊夫が本案、脚色し、フリーになった今井が監督した、恋愛映画。戦争によって引き裂かれた恋人の姿を描き、戦争の残酷さを訴えている。主演の岡田と小賀の吉子によるガラス越しのキスシーンが有名である。第24回キネマ巡邦ベスト10第1位。昭和18年、空襲下の東京。二人の若い男女が出会った。田島三郎は、 空襲警報が鳴り響く地下鉄ホームで美術学校の生徒、小野ホタル氏と出会う。軍国主義に何の疑問も持たない、ホーム官の父と陸軍中尉である兄に嫌気をさしていたサブローは、母と二人暮らしながらも明るく希望を抱いて生きるホタル子に惹かれ、二人の純真な恋は日ごとに高まる。やがて戦況は悪化の一途をたどり、ついにサブロに召集令状が届き、二人に、 別れの日が訪れる。しかし、さらなる残酷な運命が二人を待っていた。1963年9月28日、ネットの日本映画名作ドラマで本作を原作とするテレビドラマが放送された。ありがとうございます。